田島弁、田島弁は、兵庫県北部の田島地方、南東部から順に徴来し、洋府市、豊岡市、三方郡で話される、日本語の方言。方言区画上の分類としては、中国方言の東山陰方言に属する。田島弁は、近畿の他地域の方言とは、相違が著しく、単語弁と共に、中国方言に入れられる。北西方向へ進むほど、 山院方言的な特徴が多く、南部は近畿方言的な特徴が混ざり、田島内での違いも大きい。北部は東京式アクセント、断定の助動詞、だ、ことは、ショカーのような四段活用、思ったのように、あ行五段同士が即音便になること、近畿の他地域では思うたなどの点で、近畿方言と対立するが、南部では四段活用はなく、断定の助動詞も、いや、 じゃである。方言の各特徴の境界を見てみると、まず断定の助動詞は、将来詞、洋市の南部、旧伊豆市郡南部が、や、じゃで、三方群、豊岡市大部分、洋市北部が、だである。アウアーの変化があるのも、だを用いる地域と、おおむね重なり、豊岡市担当町を除く。これにより、三院方言的な所得徴が生まれている。 阿行五段同士の即音便は長来市以外の全域に分布し、アクセントでは長来市の一部がタル意識であるほかは東京式が広く分布する。新温泉町の方言は鳥取弁、陰州弁と大差がない。田島はほとんどの地域が東京式アクセントで、長来市の生野町と長来地区にタル意識アクセントが分布する。共通語のアクセントでは、やが、 のように、単独で発話した場合は、この一拍目と二拍目は音の高さが必ず異なる。しかし、田島のアクセントにはこの法則は当てはまらず、この一拍目は皇帝どちらでも構わない。つまり、が、のように発音されることも多く、五等を低くしない傾向は、南東部ほど強い。田島の内東京式アクセントの地域では、名手では、下がり目の位置は、東京と、 ほとんど変わらない。ただし、日は、旧味方群域を除き、が、と発音する。動詞については、活用系のアクセントは、東京と異なるものも多いが、終止系のアクセントについて見れば、東京と、ほとんど変わらない。大きく異なるのは、形容詞のアクセントで、赤い、明るいなどの語が東京と同じように平板型になるのは、新温泉町と上町は丸部地区のみであり。 田島の他地域では、あい、い、あいいとなって、白い、嬉しいなどと同じ中高型の発音になっている。将来市育の町、朝子地区のたる式アクセントは、京阪式と東京式の中間のアクセントである。このうち育の町と岩津のアクセントは、一泊名詞の一、類と三類、二泊名詞の一類と四類が統合して、平板型になっている。また、二名詞類は、 東京式と同じアクセント、三拍以上の形容詞も、田島一般のものと同じアクセントである。石型は、水量、太郎、石、勧誘、使用を表すもので、田島北部の味方軍、豊岡市、旧伊豆市軍東部を除く、洋府市北部において、五段同士で、アダン音の活用になる。これは前日のアワーの変化によるもので、 五段の活用型がないため四段活用とも呼ばれる。一方、南部では共通語と同じ形である。一段同士には、お経、他、病、という固形を保ち、養父市の関宮地区、大谷町、三方郡上町の村を書く、豊岡市日高町西部などにはさらに古い、お給形、上一段の身も残る。他、病、お給形は、中国地方に広く見られる。 活用形であるが、次第に、固形は衰退してきている。あ行、破行五段同士の連用型では、多くの西日本方言において、うおんび型が用いられるのに対し、将来死を除く田島全域で、洗って、揃った、思って、グッドのように、即音便を用いる。ただし、英雄型のもののうち、買う、会うなどの二音節語すべてと、それを後部に持つ複合語、出会うなどは、 三方軍、豊岡市、旧伊豆市軍東部を除く、洋府市北部で、カーダ、アータ、カーテ、アーテ、のように、ウォンビンが、アウアーの変化を起こしたものを用いる。将来市では、甲ータ、カイ、オーテ、カイ、アロータ、アライ、オモ市のように、近畿方言と同じウォンビン型を用いる。作業五段同士の連用型は、出した、抱いた、落とした、おといたのように、 インビンを用いる。これを作業インビンと言い、かつては近畿中央部でも用いられたが衰退し、現在は北陸、東海や中国地方などで用いられる。田島での実際の発音は、でアった、データ、オテータのようになることが多い。また、主として、三方軍、豊岡市北部では、生きてきた、生きたのように、行くが音便化しない形で用いられる。家庭表現では、 近畿中央部では、さらに、ほぼ一本化されているが、田島では、出バの変化した形を併用しており、中国地方に広く見られる形である。田島では一段同士が、な行五段同士のような活用をする傾向が強い。これは将来市北部から始まり、周辺に広がっていったものである。起きるおにとると、起きらせる、起きらまい、起きろまい、起きらへん、起きない、起きれ、起きろ 起きらー、起きよう、となり、可能型も、起きれるのようになる。可能同士そのものにも五段化が起こるので、不可能型に、起きれらへん、かけらへんのような形を生じることになる。形容詞の連用型は、右音瓶型が用いられる。I 型、高いなど、は、アウアーの変化のある北部で、A、高アなる、南部で、O、タコオなるになる。他の形は、近畿方言と同じく、 欲しい、補修、欲しい、熱い、熱う、黒い、黒のようになる。水量型も、北部で、高からと、黒から、あ、南部で、高かろ、黒カロのようになる。形容動詞の語尾は、断定の助動詞と、同じく北部で、だ、南部で、や、じゃである。また、中国地方などに見られるように、終始型に、連帯型と同じ形、静かなを用いることがある。 田島弁についての最古の記録に、伊豆市生まれ伊豆市育ちの拓安お尚が晩年に残した手記、欠如集があり、言葉についての経験や感想が記されている。この中で次のような記述があり、現代の北田島のような連母院、愛の融合があったことがわかる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。